ねえ、ほらあそこ、何か騒いでいるみたい。揉めているのかしら。一体何の騒ぎですか？ああ、何人かの村人が近衛兵と揉めていてね。近衛兵と？どうしてです？あんたらは知らなさそうだな。最近村の子供たちが何人か行方不明になったんだ。行方不明？対策本部で聞いた事件と関係があるかもしれないよ。ああ、そうだな。では近衛兵の捜索でも子供が見つからないからあのような騒ぎになっていると。いや、騒ぎの理由は少し違うんだ。実は行方不明の子供を探してくれるよう近衛兵には再三頼んだんだが、彼らは一向に応じてくれなくてね。業を煮やした村人が近衛兵に詰め寄っているのさ。なぜ近衛兵は村人の求めに応じないのでしょうか？わからないけど、騒ぎがこれ以上広がる前に止めよう。たかだか平民風情が我々の職務を理解しているのか？それはもちろん分かっています。ですが魔獣がうろつく状況の中で村の外で子供たちを探すなど私たちには困難なのです。何度言われようと無駄だ。我々に暇などないのだ。失礼ですが、その辺で言い争いをやめてはいかがですか？貴様何者だ？私は宗剣士として魔獣退治に協力しているものです。嘘つけって思わへん、この格好よ。事情は聞きました。なぜ子供の捜索に対応しないのですか？迷子になった子供の捜索などしつけを怠った親の仕事だ。我々には何の責任もない。いなくなった子供たちの中には一人で村の外に出られないような子もいました。もしかしたら魔獣の仕業かもしれません。魔獣の仕業だと？自分たちの行動を顧みず我々近衛兵の職務怠慢だと言い張るつもりか？いえ、決してそんなことは。付き合ってられんな。我々の責任ある職務を侮蔑する者に傾ける耳などない。そのようなことが許されるなど。なんだ、何か用か？いえ、あまりにひどい。このような者たちに北帝国が守れるというのか？メディナ。メディナだと？もしお前オルティナノスケの小娘か？なぜ私を知っている？我が弟は修剣学院に通っていてな。何でもオルティナノスケのメディナという小娘が我が弟を差し置いて生意気にも上級修剣士になったというではないか。欠陥品が所詮不正でも行いのし上がったのだろうが、非常に不愉快でな。貴様の名は一度聞いたきり忘れなかった。こんな場所に一体何をしに来たというのだ？オルティナノスケの者と同じ空気を吸うなど耐えられん。私は今の発言を訂正してください。アリス様、メディナ殿は正当な手段で上級修剣士になられたのです。そうだぞ、俺は試験を見ていた。不正なんてメディナはやっていない。なんだと、小賢しい学生どもが。なんならここで切り捨ててやるぞ。ここでは人の邪魔になります。立ち会いならば場所を変えてお受けしますが、どうしますか？何？おや、まさか学生相手に敗北するかもしれないとお思いなのですか？そんなわけはなかろう。私は多忙ゆえ相手をしている暇がないのだ。まあいい、今回だけは見逃してやる。私の寛大さに感謝することだな。アリス、メディナ、大丈夫か？おそらく以前の自分なら聖豪騎士であることを理由に躊躇なくあの者を処罰していたでしょう。しかしそれでは貴族としての地位を盾に村人を愚弄したあの者と同じになってしまう。アリス様、ありがとうございます。当然のことです。大切な仲間を愚弄されるなど許せませんから。仲間？それはそうと、キリト、カラントの捜索が滞ってしまうかもしれませんが、
な。俺も同じことを考えていたよ。子供たちを探すんだろ、心配しなくても。みんなアリスと同じように考えているはずさ。はい。なんかあのやべえ貴族しかおらんのほんまに。まあな、その半分ずっこぐらいなんかなと思ったけどさ、うん、滅ぼしていいんじゃない。子供たちは私たちで探します。ほっ、やばくないしかし、あなた方も魔獣退治という仕事が。そんなことはどうでもいいですから、早く探しに行ってあげないと。どっちにしろカラントを探すためには村の近くを捜索する必要があるし。バカ強いって言われたらまだしも、うん、そうです、私たちでやりましょう。ありがとうございます。早速力を貸してくれる方々がいらしたと他の者たちに伝えてきます。ありがとうございますみんな。それじゃあまずは村の人たちに話を聞きに行こうか。少し話を聞いてもいいですか。あ、ええ、実は失踪した子供たちについて調べているんです。おお、そうなのか。何か知っていることがあれば教えてくれませんか。ああ、手がかりになりそうな情報だよな。何でも構いませんよ。失踪する前の子供の様子でも村の様子でも。そういえば気になるもんを数日前に見たな。何でしょうか。馬車だよ。村で馬車を見たんだ。馬車ですか。それほど珍しいものとは思えませんが。いや、馬車自体が珍しいわけじゃねえさ。商人の中には馬車に乗ってくるやつもいるからな。ただ俺が見た馬車は貴族のものだったんだ。貴族の馬車、商人の馬車とはやはり違いますか。ああ、見た目が随分と豪奢で、それに貴族の紋章が描かれていたからな。この村で貴族の馬車を見たのは初めてだったから、随分と違和感があったのを覚えているよ。貴族の馬車か。確かにルーリットの村でも見たことがないかな。紋章ってことはそこから所属だったり家系なんかを突き止められるかもしれないね。ではその紋章について詳細を教えてもらってもよろしいですか。ああ、もちろんだよ。必ず子供たちを見つけ出してくれ。なんかちょっとずつきな臭くなってきてる気がするけど。すみません、失踪した子供たちについて調べているんですが、少し話を聞いてもよろしいですか。おお、子供たちについてか。しかし助けになりそうな情報は持っとらんの。どうした、この首飾りが気になるのか。随分と立派だと思って。あ、いえ、すいません。いいんじゃよ、わし自身自分でも不釣り合いじゃと思っとるからな。これは皇帝に仕えていた頃にもらったものなのじゃ。あの四皇帝の一人に仕えていたのですか。ああ、北帝国皇帝にな。ずいぶん昔の話じゃが。それならば北帝国にいる貴族に詳しかったりしませんか。貴族に、まあそれなりにはの。ではこれを見てください。失踪した子供を探す手がかりです。この紋章がどの貴族のものか知りたいのです。ああ、これはおそらくオーレシアン家の紋章じゃな。聞いたことないな。オーレシアン家の人にはどこに行ったら会えますか。邸宅がある場所を教えよう。行ったところで会えるとは思えんが。それでも行ってみます。ありがとうございました。
これさ、うん、さっき俺がマップで、ん？あれ？これやんな。だからさっき途中で、ああ上行ったやつ。そう、セーブさせてたところじゃないか。ほらほらほら、うん、言っといてよかった。ほら出てこいやー。壁ドンっていうか、ドアトン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 。若そう。ここが西山家の邸宅だな。貴族の家だけあって立派だね。早速話せるかどうか聞いてみよう。なんとの貴族だね。止まれ。ここは由緒あるオーレシアン家の邸宅だ。何者をも入ることは許されん。俺は北セントリア修験学院、こういう時に上級修験士のキリトです。その西国士のあれを使ったらいいのにな。だってその正当な理由や、うん、修験士だと。修験学院の学生がこの場所に何のようだ。だから事件を、当主からは何者をも邸宅へ入れるなという命令を受けている。話だけでも一度聞いて。その必要はない。直ちに立ち去れ。あっちは貴族ですし、やっぱり難しいですね。ちょっと待って、アリスの権限で邸宅へ入れてもらうことはできないの？もちろん、聖豪騎士という身分を明かし邸宅へ入れてくれと頼めば、相手はそれを許可するでしょう。しかしそれは衛兵や貴族が絶対に拒否できない命令を下すのと同じことです。オーレシアン家が失踪に関わっているとわからない以上、やはりむやみに騎士としての権限を使うべきではないかと。一理はあるか。まあいいんじゃない、貴族相手だし。悪かったわアリス、あなたが決めたことなら私もそれを支持する。もちろん私もです。他の方法を考えましょう。キリト君、何かいい方法はない？頼んでダメなら侵入するしかないだろう。あんたね、そんなの論外よ。やっぱりここで待つしかありませんか？そうね、もしかしたら馬車の出入りが確認できるかもしれないわ。群れまで待ってんの？見てください、邸宅から馬車が出てきます。ちょっとアリスさん、静かに。失礼しました、こうもうまくいくとは思わなくて。つい一体どこへ向かうんだろう。思い切って呼び止めて中を確認するか。そんなの良くないよキリト。ユージオの言う通りです。今の私たちに貴族の馬車を止める権限はありません。分かったよ。とはいえ馬車を見送るためだけにここに留まっていたわけじゃないだろう。そうだね、後をつけてみよう。頼む。ええ。いい加減足で追うのも辛くなってきたな。この程度で弱音を吐いている場合ではありませんよ。今のは魔獣の鳴き声。かなり近かったな、警戒しよう。キリト、前を見て。まずい、みんな馬車を守るんだ。普通の攻撃スタンスの優勝が寄ってる。なんでこんなメディアだかこんなダメージ食らってるの。ね、おお、はい、なんだこのレバー。
年ある技は安定して使える、どういう技か分かってるから。これアップデートとかしてへんかな、一応最新やと思うんですけど、これこの魔法だけ強すぎるんやけど、レベルが違う、よく待ちたレベルになるとかね。なテンガが入ったレベルになるのかな。意外と経験とかある今ので全部か。うん、そうみたいだね。馬車の様子を確認し、キリト君、御車の人はもう死んでるんかい。間に合わなかったか。お兄ちゃん、何か聞こえない？馬車の中から聞こえるわ。オーレシアン家の人かしら。中に入っている人の安否を確認するためだ。馬車の中を確認しても問題ないよな。ええ、もちろんです。君たちは。お兄ちゃん、誰？もしかしてこの子たちって失踪した子供たち。よかった、急いで子供たちを村へ連れて行こう。ありがとうございます。こうして再び我が子に会えるなんて。ありがとう、お兄ちゃん。本当になんとお礼を言えばいいか。偶然見つけられたようなものですから気にしないでください。しかし、なぜ貴族の方が子供たちを。それについてはこちらで追って調べてみます。何の騒ぎかと思えば貴様らか。あなたは。この子供たちは迷子になっていた子たちか。この子たちは迷子じゃなかった。貴族に連れ去られていたんです。貴族に？なぜ貴族が平民の子供など求めるのだ。それはとにかく子供が見つかったのであればそれでいいではないか。氷教会からの命により魔獣からは守ってやる。しかしそれ以外は貴様ら親の責任だ。二度とくだらないことで我々この兵の手を煩わせるなよ。相変わらず嫌味なことを言いますね。気持ちは理解できるよ。でも全ての貴族がああいった性格なわけじゃない。その全ての貴族がどれぐらいおってどれぐらいがこういう性格なんかが気になるよ。めっちゃ映えやん。もちろん分かっています。どうしました？馬車から見つかったという子供たちはこれで全部なのですか？はい、そのはずですが。その足りないんです。いなくなった子供たちは他にもいるんです。なんてこと。キリト、もう一度オーレシアン家の邸宅に戻りましょう。ああ、他の子供たちがまだ残されているかもしれない。おいおいおいここに戻されんのかーい、よし、じゃあ今からサーマルエレメントで何ですか。人がいる気配はありませんね。遅かったか。私たちが戻ってくることを予想して邸宅を出ちゃったのかもしれないね。でもいくら貴族とはいえ自分の邸宅を手放して勝手に移動するかな。それを言うなら貴族とはいえ子供の誘拐なんてしないでしょう。ああ、そもそも子供を連れ去るという発想には至らないはずだ。誰か地位が上の人間に命令されたってことかしら。誘拐を指示ってなんでそんなこと。誘拐をしなければいけない状況に陥っているか、誘拐を正当化する理由を持っているか。とにかくオーレシアン家の人間を追いましょうよ。つまり。ええ。
二手か三目が分かれた方がいいんじゃないか、うん、このな、うん、残る残る、あ、確かにな、お、ちょっと待って、宝箱が 30m やねんけどほらほら、この辺やな、強っ、違う違う違う、この赤いのは7やろ、あ、パッシブスキルっていうのがついてるのか、詳細、これが詳細なのか、メリーナつけれへんから、メリーナって勝たない、メリーナ勝たない、なんかつけれるんですか、うわぁ、こいつの剣強いよ、おぉ強っあ、見て、なんかマガマガしいんやけど、すごいなあの、モンハンとか出てきそうじゃない、うん、確かによし、満足したキリト、ああ、あの場所に間違いない、また邪魔されるわけにはいきません、ち、うん、魔獣に注意しながら馬車を追いかけよう、なやせよもうこんなもん、馬がかわいそうや、燃やしちまえそんなもん、あれはお城みたいだね、あんなのが北帝国にあるなんて知らなかったよ、よし、行ってみよう、ちょっとキリト君止まれ、貴様何者だ、この城に用があるんだけど、城に用だと、ここは北帝国皇帝陛下の旧帝城であるぞ、皇帝陛下の城？四皇帝の帝城は王都セントリアにあるはずですが、旧帝城だ、それじゃあこの城は今誰が使っているんだ、中には誰がいるんだ、答える義理はない、オーレシアン家の馬車がこの城に入っていったんだ、何か知らないか、私の職務はこの城を守ることだ、絶対に誰も入れるなと主からは言いつけられている、中に誰がいて何が行われているかなどは関係ないのだ、それはあんたも城の中のことについて何も知らないってことか、貴様私を愚弄するのか、いや、そういうわけじゃなくて、キリト、ここは一旦引きましょう、まったくキリト君ったら、まさか皇帝の城だとは思わなくてさ、どんな場所であれ勝手に入ろうとしちゃダメでしょ、滅ぼせ、気をつけます、勝手に入ろうとしちゃダメでしょって当たり前のこと忘れた気がするとにかくこれからどうする、簡単には中に入れなそうだけど、入る方法ならある、そのためにはアリスが整合騎士であることを明かさないといけないけどな、滅ぼす時を放てばいい、皇帝の城といえども整合騎士として命令を下せば簡単に入る許可を出させられるでしょう、しかし私自身としては整合騎士ってどれぐらい偉いんやろ、ほんまにトップなのか、上位の存在たる者が権力を振りかざし逆らえない相手を半ば無理やりに従わせるのはまさに最高司祭様や腐敗した貴族の行いに等しいものです、そうだね、アリスがそう感じているのなら他の方法を考えよう、キリト君、他に何か手はある、ないわけじゃない、本当ですか、ではなぜそれを実行せずにあんな無謀なことを、城に入る方法があるってわけじゃなくて、その方法を知ってそうな人に心当たりがあるだけだよ、ほら貴族の紋章について話を聞いた人がいただろ、あの人以前は皇帝に仕えてたって言ってたからさ、でも
以前仕えていた人に関する情報を私たちなんかに教えてくれるかな。可能性は低いですが、今はそれしか方法はなさそうですね。それじゃあ決まりだな。村へ戻ってあのおじいさんからもう一度話を聞こう。おお、あんたらは子供たちを助けてくれたこと、改めて礼を言わせてくれ。とんでもありません。私たちはまだ子供たち全員を助け出せていませんから。残りの子供たちを見つけ出すために力を貸していただきたいんです。わしにか？一体何をすればいいんじゃ。北帝国にある皇帝の城に入る方法を教えてほしいんです。皇帝の城に？なぜじゃ。実は連れ去られた子供たちがあの城に移されているようなんです。つまり子供の誘拐は皇帝が。いや、しかしなぜ。ゲーム時給ではないけど、原作の皇帝はみんな殺した、うん、あ、そうなの。これネタバレになるから。おじいさん悪いが、お主らの言っていることを。そうでは、確か北帝国とかってということですね。たとえお主らの言葉が真実だとしても、呼んでる人だけ聞いてくれたらいい。確か北帝国の皇帝とかってロニエとかが殺したの。え、確かそうやって。え、すまんな。分かってくれ。小説読んでる人は分かると思ったけど。なんか。やはりダメでしたか。次の話か。あ、そうなんや。いや、あの、次の話じゃないんやけど、その、うん、アンダーワールドの中の編。だから、どうする？アンリッシュブレーディングとかをやってる人とかは知ってると思う。子供たちの居場所は分かっているし、多少はちゃんとやろうと思う。イベントをやってる人は。ロニエとかティーゼがやるん。殺すと。マジで？いや、すげえな。こればっかりは一人の方が都合がいい。まあ、女性を騎士してくれ。見習いみたいなもんやけど。よくやった。とは言ったものの、ご老人をスニーキングして情報を盗み聞くなんて、子供たちのためとはいえ、いい気はしないな。このだからアリスが頭固すぎて、こういうことをせざるを得ないんやな。確かにな。まずい。なぜ皇帝家が子供の誘拐に。そんなことはありえん。じゃが、子供たちを救った彼らが嘘をつくとは、城に入る方法と言っておったな。こいつ、いいやつかもしれん。使えたものとして、それをたやすく教えることはできん。気づかれていないのか。これは、独り言じゃが、もうこれは気づかれてるよ。城には非常時に備え、一回寄ってみたくない。いくつかの隠し通路が備え付けられてる。これ一人ごとなんやけどさ。いくつかは手錠の老朽化とともに塞がれてしまったが、湖に面した場所から城内に通じる隠し通路だけは今でも使えるはずじゃ。てかアンダーワールドの人たちってこんな粋なことできんの。いやな。湖に面した場所にある城への隠し通路か。悪いな、じいさん。子供たちを救うためなんだ。なんだ今の音。誰か。どうでした、キリト。なあ、帝城には今でも使える隠し通路があるらしい。そこから城に入れるんだね。ああ、おそらく。あのおじいさんがよく教えてくれたね。一体どんな手を使ったんだい。え、ど、まあ、人徳？普段の行いかな。なんか怪しいけど、それ以上は聞かないことにするよ。よし、子供たちが心配だ。急いで城に向かおう。待ってください、デュソルバート殿がいません。リネルとフィゼルも。あは、あいつらが言ったんか。どうしたんですか。リネルとフィゼルがどこにもいないのだ。稽古をつける約束の時間になっても来ずで。そんな、あ、もしかしてさっきの物音は。まさか何か心当たりでも。
ディソルバートさん、さっき情報を仕入れた時、もしかするとリネルとフィゼルも聞いていたかもしれない。なんだと。ああ、だからおそらくすでに裏口を目指したはずだ。なおさら急ぐ必要がありますね。悪い、さっき気づけてたら止められたかもしれないのに。お前のせいではない、師匠である我の責任だ。ディソルバートさん、今は二人を追うためにも先を急ぐほかありませんよ。このアサナさんとお揃いヘアの、うんうん、みんなよろしく。この髪型って昔からあったんやろか。さあ。お手柄を立てる好機到来。やっぱり地道に師匠から剣術を学ぶだけではなかなか聖騎士になれないと分かりましたしね。けど今回情報をつかめたのは私のおかげよ。キリトの後をつけようって言ったのは私だもん。今はそういうことで構いません。しかし重要なのはどっちが先に真実を突き止めるかですよ。ああ、そんなこと言う子は魔女にさらわれちゃうよ。魔女？アリス様が調べた情報にあった北帝国の昔話だよ。昔々悪い魔女がいました。ですが魔女は最初から悪い魔女であったわけではありません。彼女は愛する子供を失ってから魔女になってしまったのです。失った子供を求めて姿形話し方が似た子供たちを探し続ける魔女。それでもその孤独は満たされない。そんなある時、悪魔が現れ魔女に言いました。その子供を探し出し、そして今度こそ誤った道に進まぬよう教育し直しなさいと。あなた何ですか？見るからに味方じゃないみたいだね。ジェル、分かってる。倒せばいいだけよ。聖護騎士アリス様、ディソルバート様、お待ちください。どうしました？近隣で魔獣の発生情報があったようで、その報告に参りました。大軍に我らだけでは対応できず。またなの？この一帯のカラントは倒したのに。倒しても倒しても大元のカラントコアがある限りまた生えてくるのか。いたちごっこだな。それでは城を目指す者と魔獣を追う者の二手に分かれ対応しますか？でもかなり魔獣が多く発生したんですよね。では我が単身で裏口を目指す。お前たちに魔獣の討伐を任せてもよいだろうか？もちろんです。どうかリネルとフィゼルを追ってください。今旗立った気がする。ディソルバート殿の手を片付けない。よろしく頼むぞ。お気をつけて。うん。それでは魔獣の情報を教えてください。今から私たちで向かいます。はっ、非力にて申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。やはり人員が足りていない。カーディナルのだからこんなことが起こってしまう。考え方的に言うとさ、アンダーワールドの人と、アンダーワールドの人とさ、現実世界の人と一緒にすれば、何でも半分半分ずつで体を組めばいい。メディの、いや、なんでもないよ。黒幕みたいなのが出てきた気がする。うん。魔獣がすでに倒されている。これは一体。あなたは？これはこれは非常に残念です。残念？何がだ？一体なんだ？ゾッとするほどの敵意を感じた。あなた方に血しぶき舞う素晴らしき共演をお見せできなかったことですよ。な、何この人。幸い失望するにはまだ早い。余興は残っていますからね。余興だと？この魔獣たちを倒したのはあなたですか？そのいでたちからしてこの衛兵ではないようですが。ハハハハ。
何がおかしいのです？答えが分かっていることをわざわざ質問するとは、聖号騎士は随分と頭が悪いようですね。まあいい、あなた方に用はありませんから。お前一体何者だ？やっとお会いできましたね、私の救世主様。救世主メディナ、もしかして？違う、会ったことなど一度もない。それに彼はきっと冒険者じゃない。ご名答、さすがは救世主様ですね。お前は一体何なんだ？まずはご挨拶を。私は元老院統括代理ハーシリアン。統括代理？あなたとの光栄なる出会いに感謝いたします、メディナ・オルティナノス様。オルティナノス家最後の救世主。オルティナノス家を知っているのか？ええ、何でも存じ上げておりますよ。オルティナノス家に関しては私は天命を凍結された身、最高司祭様の命により長きにわたりオルティナノス家に仕えてきました。さあ救世主様、私と共に再び最高司祭様を復活させましょう。何を言っているのです？最高司祭の復活だと？最高司祭様は今眠りに疲れているのでは？こいつはどっち側の人間なの？そうだ、学生であるメディナには混乱を防ぐために本当のことを伝えていない。それは誤りです。最高司祭様は殺されてしまった。今は届かぬ最上階にその無くろがあります。だがそんなことを聖号騎士の方は何もおっしゃっておられなかったぞ。無くろだと？アドミニストレーターの死体はカセドラルシダーに返還されているのにどういうことだ？おい、お前の目的は一体何だ？おかわいそうに。何がだ？きっとご先祖様たちは今のあなたを見るとお嘆きになります。なぜだ？あなたは今滞在人を抱え込んだ対策本部と共に行動し、偽りの氷教会を名乗る者たちにたばかられた真実を信じている。対策本部が滞在人を抱え込んでいるだと？ちょっと滞在人って誰のことよ？リズ、何アスナ。特別に質問に答えましょう。最高司祭様を殺した滞在人はこの者です。お前なんで？嘘だ、キリトが最高司祭様を殺したりなんてするわけがない。だがあなた様が現れてくださったならばもう安心だ。オルティナノス家はいつか必ずや人々を率いて最高司祭様の右腕になると予言されていた一族。さあ今こそその予言を実現する時が来たのです。どうか我が手を取ってください。ふざけるな、そうやすやすと突如現れた貴様を信用するわけがない。私は聖号騎士長ベルクーリ様率いる対策本部にて魔獣討伐の任を背負っている。最高司祭様の名を語り氷教会を混乱に導こうとしているのはお前の方ではないか？その高貴な弁舌、まるで五代目当主ミリアム・オルティナノスにそっくりだ。五代目当主？確かメディナは九代目だ。お前なぜその名を？私たちオルティナノス家でもほとんど記録の残っていない五代目当主の名を知っている。先ほど申し上げた通りです、オルティナノス家に。リアルワールド側の人間。元老院統括代理と聞きましたが、そのような役職は耳にしたことがありません。お前こそ虚偽の肩書きを語っているのではないですか？作られた人形ごときが随分と生意気になったものですね。何？今回は引き下がりましょう。だがいずれ必ずあなたは正しき道に戻るでしょう。しばしの別れを救世主様。システムコール、ジェネレートアンブラエレメント、フォームミストシェイプ、
ディスチャージ。なんだ。神聖術によって霧が生成されました。誰がどこにいるのか。大丈夫みんな。はい、私は大丈夫です。キリト君、今のって。ああ、一体何なのか。追おうとしましたが逃しました。アリス、さっき言ってたけど元老院統括代理なんて役職存在しないのか。はい、私の知る限りでは存在しません。虚偽を語っているのか、もしくは。あいつもまたジャイアント族みたいにカラントから生まれたか。でも見た目は人海人そのものだったわよね。ああ、何よりあいつは最高司祭の蘇生を目的にしていると言った。最高司祭様の蘇生ですか。そうだ、カセドラルシダーはアドミニストレーターの死体が姿を変えたものであり、彼女が今なお魔獣を生み出して人界を脅かしているとは言うことができない。だからきっとアリスは言葉を飲んだのだろう。なぜあの名を、私たちオルティナノスケについてなぜアーも知っている。メディノ、お前に聞きたいことがある。なんだ。最高司祭様を殺したのはお前ではない。そうだよな。まさか、そんなことあるはずがない。あの者は嘘を語っているのだろう。何せ欠陥品のオルティナノスケを救世主と呼ぶくらいだ。本当なんだ。え、本当だ。俺がアドミニストレーターを倒した。嘘だ。でもそれには事情がある。そのために対策本部は今もなおこの世界の人たちのために戦っているんだ。事情、しかし最高司祭様は絶対の存在。そんなお方を手にかけるなど。まさか、そんなことあるはずがない。あの者は嘘を語っているのだろう。ループしてる今。欠陥品のオルティナノスケを救世主と呼ぶくらいだ。本当なんだ。え、本当だ。俺がアドミニストレーターを倒した。同じ選択肢を選ぶとここなんだよ。でもそれには事情がある。そのために対策本部は今もなおこの世界の人たちのために戦っているんだ。事情、しかし最高司祭様は絶対の存在。そんなお方を手にかけるなど。メディナ殿、なんですか。説明すれば長くなります。しかし聖号騎士であり、その場にいた私が保証する。キリトの行動は民を守るためのものでした。最高司祭様を、人を殺めることは法に背くことだ。なのにキリトは人を守るために人を殺めた。なぜ、なぜ。わからない。正しいのは一体誰であり何なんだ。やっぱりこの事実は人海人を混乱させてしまう。うまく説明することは容易ではなさそうだ。それにおそらくメディナは相反するジレンマを感じて苦しんでいる。このままだとフラクトライトが崩壊する危険があるかもしれない。メディナ、いつか話せる時になれば必ず説明する。だから今はこのことについて考えないでくれ。分かった。今ディソルバートを追って城を目指そう。そうね、リネルちゃんとフィゼルちゃんのことも心配だわ。メリナ、大丈夫？ああ、考えることをやめればどうしてか落ち着いた。それじゃあ行こう。キリト、なぜ私に嘘をついていたんだ。